今回は大魔王でマオント海不最強クラスの敵に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。私の心臓は宇宙のどこかにあるぞ。普通に考えるとほぼ無敵だよなこの人。ドラえもん復活した瞬間トントン拍子でことが進む。大体そうなんだよな。月に心臓を隠してたんだよな。そりゃわからん。心臓何個あるとかか。スケールが違った。そもそも宇宙のどこかにあるって情報も古文書翻訳こんにゃくで解読してわかったことだから、初見殺しもいいところ。魔界歴ほどがつくづくチートだと思う。そりゃ作者も裏切りがバレた瞬間悪魔に八つ裂きにされますわ。劇場版ドラえもんのラスボスの中でも最強クラスだからな。こいつとオドロームは見た目やキャラ付け自体の恐ろしさもあって、ドラ映画のボスじゃ個人的にツートップ。オドロームは強さと怖さはもちろん、自分が空想の存在だと知っていて倒される結末を変えるためにわざとのビタを白銀の剣士にするように誘導した狡猾さがすごい。不死身になる勇者にさせないように優しい少年を選んだのはさすがだなと思うわ。もしかしたらゲームの中で不死身の勇者に殺されまくったんだろうな。無限に剣士リメイクされないかな。あれ要するに VR デスゲームものだから、ソードアートオンラインとか浸透した今ならさらにウケそうな気がするんだけど。ヴォルデモートより厄介で草。ビッグライトがなければ倒せなかったかもしれない。魔界に潜入して悪魔のこと調べて古文書を残して悪魔に八つ裂きにされた偉大な先人に敬礼。ある意味弱点丸出しだよな。だって月が心臓なんだもん。ドラたちが弱点分かった瞬間の敵の焦りっぷりが印象深い。急激では赤脈打つ星、進撃では月になってましたね心臓。進撃場版のラストバトルの緊張感好き。やっぱどこでもドアは反則。いつになくおどろおどろしい雰囲気で子供の頃見てて本気で怖かった。序盤に庭に置いたはずの石像が深夜部屋の外にあったりとか怖すぎだろ。新劇場版だと序盤ボイジャーを破壊したのが悪魔の星で優勢か何かだったけど、あれは悪魔、災いという昔のイメージにのっとったもので、その星が悪魔なのか、それともその星の宇宙人が悪魔なのか。ドラたち普通に全滅に近かったよな。困った時のドラミちゃん。いつもの大長編なら普通出てこないドラミちゃんまで伏線なしに借り出すレベルだもんな。だから人類の過去も現在も未来もつぎ込んでの総力戦よ。ナルニアデスさんが魔界歴帝を書いてくれないと罪み、満月博士が魔界星含め天文学の研究をしてないと罪み、ドラミちゃんが来てくれないと罪み。新作は見てないからわからないけど、旧作は満月博士いなかったら完全に積んでたよな。心臓が宇宙のどこかにあることが分かっても位置を特定できるのは多分満月博士だけだから、普通に戦ったらマジで倒す術がない。メデューサが怖すぎる。この亀も宇宙空間にばらまけばよかったのに。心臓の型がメイン意識だから嫌だろそんなの。ペーパーマリオ世界の宇宙ってスターという禅の存在の領域だから、知らない間にお仕置き食らう可能性もあるんで。あんまり自分の認識外に飛ばすと知らんところで壊れたりするから厳しいと思う。リメイク版はナルニアですがさらにすごかった。月がクリスタルみたいになっててめちゃくちゃ綺麗だったな。げえ。心臓発作とかいうレベルじゃねえな。なんか藤子 F キャラが総動員して心臓ぶち壊すコラ漫画どこかにあったよね。のび太の頼むぞ名投手大好き。強すぎる敵は明確な弱点用意しとかないと詰むから、海底祈願場もバニーちゃんいなかったら終わってたし、割とギリギリの戦いもあったよね。鉄人兵団では圧倒的な物量に押しつぶされたりしたしな。デマ王を唯一倒せる銀のダーツは数に限りがあるのに、初見だと確実に無駄打ちさせられるのがいやらしい。宇宙の星に心臓を隠してあるのと、その星の大まかな情報を聞いただけですぐ当たりをつけられて、しかもそれが正解である満月博士もすごい。シーンしか見てないけど、最後のビタだけがヤモっててのびたなのに射撃下手みたいに扱われたのって旧作でも一緒。射撃と投擲は全く別スキルだから。実際野球だと濃紺だしな、射撃と同じ精度で投げられるならエースになってるはず。ドラたちを城から吹き飛ばす、部下たちに捕獲させるという謎の二度手間がなければスムーズに勝ってたかも。
あれはあれで、デマオンの強さの演出としては良いと思うけどね。Q の方だけど、ただ笑うだけで凄まじい衝撃波を発生させるっていう大魔王と呼ぶにふさわしい実力が見られるシーン。話が早い。途中までしか読んでなくてポカするとかナルニアですが草葉の陰から怒ってそう。途中までしか解読できてなかったから翻訳こんにゃくが無法すぎる。こうしてみると、リメイク版は魔界歴ほどが2冊に分かれてたり、メブーサにスポット当ててたり、ドラえもんが序盤腹痛でドラミのところに行ってたりとか、ちょこちょこ改編が面白いな。リメイクで2冊に分かれたのは、ミヨコさんがこんにゃく食べたのに対するフォローか。満月牧師の回避が好き。リゼロのレグルスってこれ参考にしたのかな。それにしても大魔王の弱点をここまで探り出したナルニアデスさんは一体何者だったんだろうな。特に原作や昔の映画の方の悪魔をもだまくらかすほど演技が上手かったのは間違いないだろうが、空前絶後の愉快犯だったのか数百年先を見据えて自分の命すらも捨てることのできた英雄だったのか。魔界星は炎に包まれてるけど北極のとこだけ侵入できる。北極の近くに悪魔の出城がある。海には人魚や角クジラがいる。あくまでも迷ってハイエナに食われる平原や森を通る。魔界への侵入から魔王の城までの道のりを割と詳しく書いてくれてるのすごい。何百年後に人間が悪魔と戦うことになった時の軍事参考書ぽい。死ぬ覚悟をこれを全部書き残してくれた旧作のナルニアデスはすごいよな。悪魔とはどうあがいても絶対敵対する運命だったんだな。やっぱりここはジャイアンに決めてほしいよね。魔界大冒険は宮子さんがおとりになるところが超好きなんだ。まだ中学生くらいの子がめちゃくちゃシビアに状況を見て、のび太に全てを託す心意気にがち泣きした記憶がある。特にアニメだと、また会えるよね。ってのび太の言葉に、友達になれてよかった、楽しかった、と返してるあたり、死ぬことも覚悟してたんだろうなって。真のラストの股髪伸ばそうと思うのよいよね。美しい。最下級悪魔や使いまですら激強、普通なら無敵の石ころ帽子を無効化する、取り寄せバック&タイムマシンの勝ち方反則コンボまでも破るとか、歴代の敵の中でも戦闘力が桁違いなんだよな。悪魔族、鉄人兵団に匹敵するレベルで強いし容赦ない。殺意や執念がすごいな。クライマックスのデモン座に到達するまで模試としか言いようがない。魔王と悪魔がメテオ連発してくるのを宮子が念力で、他メンバータスドラミちゃんが秘密道具使って決死の防衛戦。旧アニメだと魔法世界組の静香たちも念力使ってたの好き。これなぜか連動してる魔法のパラレルワールド作らなければ巨大水星衝突事案とかいうもっとどうしようもない事態だったんだよな。リメイクデマオンがパラレルワールドにも影響を与えるほどの存在なのか、デマオンが巨大水星の平行世界同位体的なのか、どちらにしても彗星と同等なのはやべえな。死んだと科学世界のドラノビが魔法世界に行って、魔法世界のドラノビと入れ替わってるっぽい描写があったから、彗星を破壊したのって実は似たようなことが起きてたんじゃないかって思ってる。もしも、科学の世界になったら算数好きな魔法世界のビタ。ギャグっぽく済まされたけど人魚だってたまたま特攻のジャイアンがいなけりゃそこでゲームオーバーだったからな。どのイベントも一歩ミスれば敗北というのはひどすぎる。そもそも宮子とドラえもんがいるとはいえ、小学生4人に世界を救えというのが。悪魔の魔法に対してヒラリマントや空気砲とかで対抗できてたけど、人魚の歌声はドラえもんの道具ミニバンすら貫通してくるのひどい。魔法が使える世界が楽しいどころか殺意に溢れてたな。一瞬の油断が命取り、名場面の数がやけに多かった。逆に強大な敵だからこそ、その心臓が巨大なのがいいんだよ。大魔教のバウワンコ一世とかアニマル惑星の神様、科学者とか大昔に偉業を成し遂げて世界観の根幹になってるキャラはたまにいるけど、ナルニアデスは悲惨な最後まで伝わってて、その点でも異色の存在だよな。新魔界大冒険だ映画ストーリーもあるから、4種類の物語が楽しめる魔界大冒険。好物は栗まんじゅ。美人悪魔。あれ、魔界星滅びたってことはこのヒラ悪魔たちも。まあね。戦争ってやっぱり悲しいわ。
FC のギガゾンビの逆襲だとデマオンは最初の大ボスだけど、HP はラスボスと同値で銀の矢を使わないとほぼ倒せないっていうのでバランス取ってたな。次の大ボスのポセイドン以降は小細工抜きで正面から倒しきる必要がある。ぶっちゃけ心臓を大きくするくらいなら通常サイズにした方が秘匿性が高かったよな。それこそデブリに隠したらまず見つからない。魔王の心臓、ある種本体みたいなものだから、あのサイズにするのが限界だったのかもしれない。ファミコン。ギガゾンビの逆襲の魔改変はデマオンに銀の矢を使うのはもちろん、固定ボスの二つ星悪魔と三つ星悪魔も銀の玉という特殊アイテムで弱らせないとほぼ勝てないという中、難易度が高かった。懐かしい。ギガゾンビの逆襲の攻略本やな。簡略化されてるとはいえゲームの最初からエンディングまでの漫画がついているという今考えると狂ってるとしか思えない豪華な本だった。攻略本から先に入ったのに牛魔王を倒すのには苦労したな。攻略本読んでプラモ軍団に期待した後のがっかり感よ。静香ちゃんはプラモ軍団の方が火力出るけど、回復薬に回すからな。藤子さんの漫画は完全版あるけど、こういう別の人が書かれたファミコンや学年誌勉強漫画の派生系ドラえもんは今だと読むの困難なのたくさんあるのは少し寂しいな。こういう丸々攻略ブックみたいなものでしか読めない漫画ってドラえもん以外にも結構あったよな。神連塾先生の書いたミニ四駆漫画とか割とまっとうに面白くて好きだったわ。ぶっちゃけドラえもんの大長編の敵って大抵が子供向け作品に出てきていいレベルじゃない強さだよな。しかもドラえもんの道具がいろんな事情であんまり使い物にならない場合も多いという。普通の人間の犯罪者でもドラえもんより進んだ未来人を選ぶあたりドラえもん一人で解決できないってなってるのが良い。でも音が消えて出てきたノイズはドラえもんの世界にいたらダメだと思う。あいつ強すぎだろ。こっちの世界でボスの弱点は宇宙に浮かんでますだったらどないせいと言うんじゃってなるけど、あっちの世界の宇宙は空気あるし、空飛ぶ絨毯やドラゴンみたいな動物で割と気軽に行けるからその点では少し楽か。デマオン、もう一回リメイクあるならスタッフに頼んで心臓は二つ&配置場所はイスカンダルと地球みたいな距離空いている&同時破壊しないと無限は寄贈色&心臓自体に防衛機能ありも盛り込んでもらおうか。それを踏まえて攻略法が確立されていくんだろうな。エイリアン。パンフ。デマオンがすごい貫禄だな。ドラえもんたちどうしてこんなにスンってなってるんだ。そういや同時上映だった。ドラえもんの同時上映って設定とか敵のデザインとかすごくて好きだった。さらっとどこでもドアを通る魔王様。リメイク版最終決戦の。敵の数が多すぎて近づけない矢印そうだどこでもドアの流れめちゃくちゃ好き。なかなかにトラウマ。魔法世界の恐竜絶滅。リメイクのナルニアです。月に魔法かけてデマオンの攻撃を防いだの偉大すぎる。リメイク版は魔界の月にしたのはデマオンの目に届く場所ってのと心臓が魔界星に突っ込んで魔界星が吹き飛ぶ場面もあるからかな。